役職をお選びください。選択しない場合、余っている役職がランダムで振り分け、あなたの役職は村人です。夜が更けました。人狼に気をつけてください。夜が明けました。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターン5番のプレイヤーが発言します。はい、じゃあワイパーいけるか言うてね。車下見てか言うてね。はい、トップバッターですね。まあ、村の皆さんには前の人の印象に触れていってほしいっていうのと、何かを言うときに結論、何かをから言って、そのね、なぜ白要素にたどり着いたか黒要素にたどり着いたかを理由をつけて教えてほしいと思っています。その理由は、あと、まあ、私はフィーリング精査好きなんですけど、先ほどの進行論の方がみんなに伝わると思ってるんですよ。やっぱり自分が思ってることを素直に言語化できるのであれば、そうした方がみんなにスッと伝わってると思うし、その人の目線に立った時にっていうのが考えやすいと思ってるから、みんなそういう風に要素を落としていけたら、村ってやっぱ捏造とか不当な殴りせんわけやから勝てるんちゃうかなと思ってます。6番のプレイヤーが発言します。はい、占い師です。ランダムヒロシロね。ランダムヒロちゃん、白把握してください。まあ、5番に関してはね、まあ、ちょっとふざけたのがちょっと残念やったかな。あんま良くない。まあ、2周目ってところですね。はい。まあ、霊能に関してはね、1周目出てきて、もう潜伏思案でいいから、2人出てきたら釣り切るからさ、だから1周目出てきて。あ、僕はね、逆に理論、あれ、ほんまにやめてほしい。例えばさ、7番がふざけてるから8番。が、じゃあ7番ふざけてるから人狼はないだろみたいな。これマジでやめて。これガチで負ける原因の一つであり、2つでもあるからさ。なんかさ、例えばさ、ご飯行こうってなって、じゃあどこ行くどこ行くってなっててさ、え、じゃあココス行こうか、え、ココス行くの、じゃあさ、じゃあカフェレストランゴッツ行こうか俺はみたいな。こうなっちゃうからさ。だからさ、北口にさ、アパホテルあるけど泊まる、アパホテル行く、え、それやったらさ、ホテルモントレ行こうか。7番のプレイヤーが発言します。やばい、もうやっぱ俺6番好きだな。いや、6番好きだわ。ね、まあ5番がふざけてるから、まあ、人狼はないって言えないんだが、まあふざけてるから6番は嫌だっていうのは、6番なんか印象いいなと思ってて、もう占い師の目線だなって思ってますかね。なんだろう、なんかふざけるのはやめてほしいっていうのは、やっぱりふざけてたら様子が取れないから、6番視点ではやっぱり精査したい側だし、6番もね、やっぱ精査する側なんで、どことラインがつなげてるかって、村のみんなに仕事をさないといけないからね、6番が死んだった場合。はい。って思ってるから、6番は普通に占い師の目線だなって思ってるし、まあ、5番に関しては、まあ2周目のグレスケ次第だと思ってるし、まあ、やっぱり出現とか入り口と出口が違ったりとかしたら俺は嫌だなと思ってるかな。はい、それぐらい。うん、以上。8番のプレイヤーが発言します。はい、おはようございます。5番さんからさ始まったけど、5番さんはちょっとふざけてるとか言われてるけど、普通にリラックスして喋ってたかなっていう感じだったし、ちゃんとその後も全身から伸びてたから、まあ別にいいんじゃないかなと思ってるよ。まあ2周目かなと思ってる。で、6番さんはさ、占い師って言ってて、広城ね。広城博。多分、広城だと思ってる。だけどさ、ココスなの？アパホテルなのさ、ちょっと安すぎない？なんか女の子はさ、ちょっと安いとこで、勝手に満足させてるかなっていうさ、強引さがあるかなってちょっと思っちゃったから、このとこどうかなって思っちゃったよ。ま
今対抗出てきてから6番さん推奨すればいいかなと思ってるよ。7番さんはなんかまっとうなことは どうなのかな。まあ一瞬ね。9番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。なんかまあ順番に触れていくと、5番に関してはフィーリング精査が好きっていう発言ができて、フィーリング精査が好きっていうこと自体がそもそも変かなっていうか、これ別に順外要素に直結するかっていうとそうでもないと思ってるんだけど、フィーリングって基本的にしてしまうものやから、でフィーリング精査って基本的になんかフィーリングと精査ってイコールじゃないと思ってるから、なんか好きっていうのがなんか変かなっていう感じかな。してしまうっていうぐらいだったらわかるけど。まあ6番に関しては、なんか5番がふざけてるって指摘してるのに対して最終的にふざけてたから、なんとも言えんかなと思ってるし、7番が言ってる6番の占い師視点っていうのはよくわからんかったな。なんか7番が狼やったら6番が死んですり寄ってる構図にも見えたから、8番に関しては色落ちてました。はい、そんな感じ。お昼。1番のプレイヤーが発言します。はい、6が3日目だしね、はいはいはい、まあ別にいいんじゃないですか。ふざけようがふざけなかろうがちゃんとサポートしてくれるんだったら別に全然ふざけてくれてもいいと思うんですけれども、まあ僕はあの例の2枚でキャラ基本釣り切りでいいかなと思っております。2、3、4か、待って、誰から始まった、5から始まって2、3、そうだな、まあ2、3、4に役が出るかどうかは知りません。それは知りませんけれども、どうだろう、でもあの3が占い師で出てくるっていうのが個人的には一番嫌いだなと思っていて、なんでかって言ったら3番が強人でやっている可能性もあるし、6番が強人でやっている可能性もあるっていうので、あのちょっと精査がつきづらくなっちゃうので、これ個人の感想ね。なのでまあ3は占い師じゃないことを願いたいなと思っております。はい、以上。2番のプレイヤーが発言します。1番の言ってることがちょっと分からへん。なんで3が強順か6が強順かみたいな話になったのがちょっと全然分からなかったな。霊能です、霊能ですね。箱お願いしますね。対抗出てきたら、なんていうかな。まあ、僕がね、なんか間違えて釣られたとしても、次の日絶対対抗釣ってくれって言っとくね。ちょっとふざけてる流れで、ね、まあ、7番と、ね、9番がね、まあ、ふざけれてない。まあ、1番も。まあ、でも、まあ、別にゲームができる。あれだったら、まあ、伸び伸びやるけど、7番に関しては、俺もちょっと、6番が、制裁意欲あるっていうのはちょっとわからへんかな。まあ、キラグでいいんじゃない。何？ふざけられたら、ふざけてるから順路はないだろうっていうのをやめてって言いながらも、6番ふざけてるからね。その辺どう思うかな、と感じかな。まあ、2周目頑張りますって感じかな。はい。3番のプレイヤーが発言します。はい。そうですね。まあ、このままだったら、まあ、平和村ってことですね。ってことは、まあ、2路を探さなければいけないですね。難しいですね。そもそも5番はふざけてんだろうかっていうわけわかんないんだけど、そのふざけてるかふざけてないかって、理由とかじゃなかったっけ？理由をつけてほしいとかって言ってたような気がするけど。普通じゃないですかね。はい。7番は6番、7、6はなさそうだなと、例えば4番から出てきてもっていう。9番が言ったように6が死んだったら7、6あるかもなっていうぐらいの、酔ってるかもな。6、7はなさそうだなとか。8番。わかんないですね。1番ももっとわかんないわ。8番はまだ、ちょっとこのふざけてる流れでふざけてないんじゃないかって言ってたよね。5番はふざけてたんだろうかね。まあ、以上です。はい。4番のプレイヤーが発言します。はい。はい。九四郎です。九四郎です。例の2番が一角した場合、騎士は速やかに出てくださいね。はい。それだけです。役については。まあ、6番を7、6番を狼塾で置いた場合に、6番、7番見えないのは3番と同様だけど、7番自身で6番が5番のことをふざけてるって言ったとこが、占い感情って言うんだったら、6番自身もふざけているから、はい。なんかそこは拾わず、6番の前半の発言だけじゃって、6番のことを占い、占い、心っぽい、なんか占い感情だなっていうのはちょっとおかしいなと思った。
はい。ただ6番7番で7番が6番のこと好きだとか、なんかわざわざそういう無駄なラインにつなげて必要ないと思ってるんで、6番7番は現状見てません。8番に関しては7番がまっとう位置って言ってるんで、まあ8番がよくわかんないですね。はい。7番は別にまっとうではないと思ってる。はい。1番はヘイト飛ばしないんで、8番1番ぐらいから俺は詰めたいかなと思ってます。5番に関しては2周目だけど、2周目黒くなったら5番も釣りになります。現状8番1番ですね。ヘイト飛ばしない1番と、7番はまっとう位置と言って意味わかんない。5番のプレイヤーが発言します。はい。いいですか？固まりましたか？盤面は。はい、固まったようです。私は1番さんがヘイトばらまくっていう風に見えへんかった。1番さんってただ単に、6番さんが3白打ってる状況下で、3番さんが白をもらっているのに、強人がどうのこうの出てきたら嫌やなっていう、あれじゃない。あはーい、騎士把握です。でも、8番さんも私は違和感なかったと思ってるけどね。8番さんって7ってどうなのかなって結局片付けてるから、ただ、まっとう、で終わっちゃったから。まあ、多分それは組み取り方の問題かなと思ってる。結局やっぱどうなんかなって疑問視はしてたんじゃないと思ってるから。4番さんの中で8が印象悪くなった理由がちょっと薄すぎるかなって思ってるかな。1番さんに関してもそうやし、8、1って釣りやすいところ持ってったなと思ってんのが4番さんの意思やから、4番さんって進路位置なんかなと思ったし、6番に関してはまだわからへんけど、くさーって思った何言ってんのやろうと思った。ただ、その4番さんの視点で1個拾えるのは3、4の、なんか7、6のやりとりではなさそうって思ったんがいいなと思ってて、意見が違うのが9番さんかなと思いました。その6番にすり寄る構図っていうか、あれをもただ単に7番さんが相方だとしてもくさーって感じだと思いますよ。6番のプレイヤーが発言します。はい、対抗4ね。まあ、4多分俺狼やと思うかな。うん。で、2が霊の、もうあれ喋る前から分かってたよ、俺2が霊のなんで。4番って釣り位置18であげてたよね。確か。なんで18なんやろって。俺今日7番釣りたいけどね、隙を見て。7番ってすっごいなんか俺になんか笑いながらすごいすり寄ってきたからさ、もうこいつは次の日に連れていけないなって、もう、喋った瞬間に、あ、もう釣ろって。もうあの、字のマークつけてるから。ワンチャン7、4かな。でも7つって白やった場合、9の囲いもある。9ってさ、最後なんて言ったかみんな知ってる？ちょっと時間追加するか、俺グラスになった自分でね。何言ってんの？好き見て7番ついたけどね。何言ってんのこの人。人狼ゲームでマジに芯取る気ないでしょこの人。何言ってんの？1番ってそう、ロヨさあるか？動画編集上めんどくせえんだよ。4-1に初週から来年する必要ないからさ。7番しないんだけど。俺の隣に座ってる。どうでもいいんだけど、ちゃんとゲームしてくんない？なんか、占い師に入りたくなってそうだったでしょ。って無理だろ。もう、こう、東大元暮らし言うてね、これ、横の7がね、これ、絶対人狼。人狼じゃなかったら、あの、強人ね。うん。もう、ロックしてるから、俺。っていうか、こんな感じっちゃ、こんな感じのプレイヤーが発言します。けどさ、一応、8番と5番いるから、はい、まあ、6番、3番の囲いは方法ないかなと思ってて、6番が2層だった場合に3番で囲っている線はないかなと思って、3番がそこの時点で、あ、平和村かな、まあ、このまま出なかったら平和村だなと思って、6番、7番が否定できるっていう、そういう要素まで上げる必要ないと思ってるし、2周目に関して5番が気になったから、5番って4番に対して8番1番釣りやすいところを釣ろうとしてるなっていうけど、4番ってあくまで普通に要素まで言っているから、別にその要素がおかしかったらその要素のおかしかった点を述べるべきだし、5番が4番の8番1番釣りやすいところを釣ろうとしてるなっていう、5番が4番とだけが若干不当だったかなと思ってるから5番が気になってる。で、6番に関しては2周目でだから7番を釣りたいって、まあ要素がないし、それ別に今日言ってること要素じゃないしと思ってるから、現状6番4番だったら6番の方が偽で見えてる。ぐらいかな。6番偽で見えているか、3番で囲いは方法もないと思ってるから、他のグレーの中の、まあ、5、1、どっちかかなと思ってるけど。
はい。現状5番かな。一番別におかしなところないし、と思ってるかな。はい。4番で真を見ていることから9番が白だから、9番はあってマックス強靭。はい。です。かつ3番で囲いをほぼほぼ見てない。ぐらいかな。はい。落とすところは落としました。自分としては5番、1番のどっちかだと思ってますね。はい、以上。8番のプレイヤーが発言します。はい。そうだな。まあ、6番さんのさ、隙をついて自分で恋を追加するのはプロ意識だなと思って、死んだと思ってます。まあね、今日ね、生釣りね、生釣り。私、どうせ明日噛まれるからさ、今日7番から言ってほしい。その理由として、5番さんはよく話を聞いている。私は7番さんに対して、7番さんまっとうな意見って、ハテナマークつけてるからね。あ、いや、7番も2戦目だねって言って回したはずなんだけど。で、4番っていうのは、7番がまっとうって言ってたよねって言ったよね。その間違いを正したのは5番さんね。だから5番さんのことがおかしいって言ってる7番さんが一番おかしい。で、そして、1番さんおかしいと点なかったとか言いながらさ、最終的に一番のランテージ上げてる7番がおかしい。だって1番さんって全く色落ちしてないと思ってるよ。で、なおかつ、6の3番さんかっこよくないって言える点も、理由全く伸びてないよね。3番さん強靭あるかもしんないじゃん。ねえ、46で新郎だったらさ、3番さん強靭あるかもしんないじゃん、7番さん。で、1番さんの精査は？なんで5番が黒くなるの？なんか、7番が言ってるね、2周目ってめっちゃハテナマークだったなって思ってるから。私は今日7番さん行きたいと思ってます。私どうせ噛まれるんで、ちょっと1回ぐらい私の意見聞いてもらってもいいかなって思ってます。はい。9番のプレイヤーが発言します。まあ、7番はランに入れてもいいかなと思ったかな。なんかどうしても4番、7番のラインって濃すぎると思ってるから、6番に黒打たれた時って結構、なんか村下にロック入るんじゃない？ 7 番が相当頑張らん限りって感じだから、7番はランテージに入れてもいいかなと思ったかな。7番が狼の時に、まあ6番と戦う、6番の発言聞いて、6番と戦う構図作って、3番まで白置いたら、なんかあんまり理由は全くよくわからんかったけど、3番の囲いは入ってないって言ってるけども、3番まで白置いたらなんかめちゃめちゃ釣られやすそうやなと思ってるから、なんか正直、なんか客観ではあんま狼っぽくないかなっていう感じ。なんかね、4番6番進路やった時って5番って結構4番と繋がれるかなと思ってて、なんか、なんだろう、5番の4番からの触れ方でペタ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 触ってるなと思ってきや、ちょっと6番にも視点をずらして、でも基本的には4番を偽で追うぐらいの考察をしていたから、4番5番は結構あげるかなと思ったかな。1番に関してはよく分かってない2周目かな。3番どうやろうね。4番6番審議はなんか、まあでもその 4番が言った8番への指摘でやっぱちょっと4番の方が若干偽に見えてるのと、まあ、6番が俺の発言をよく最後まで聞いてるので、まあ、印象自体は6番の方が若干いいかな、くらいかな。はい。アンビアンス。1番のプレ、2番のプレイヤーが発言します。はい。まあ、7番つって7で白結果出たら1番つろうよって感じかな、まだ。もうこういうプレイヤーあんまり好きじゃないな。だがしかし7を釣りたい気持ちは俺も一緒やな、8番って感じかな。まあ、4の神経を兼ねてね、7番釣りたいかな。4番って3番に触れた。で、なおかつ4番って7番に対して、6番の前半の位置で考察しているっていう意欲があるっていうのが分からへんって言ってるにもかかわらずランテージは8-1なんやって俺思ったが、うん。その、4番がその発言をするならば、7番って6番にすり寄ってる構図やから、4-7ローになんねんけど、って思ってんけどな。まあ6番はもうちょっと何？
まともに考察しようぜ。もうちょっと考察意欲出そうぜって感じかな。うん。やな。で、7番が9番をなんかマックス強に置いたもちょっとわからんし。7番はなんか忙しかった。7番ちゃう、1番は。スムラッシュをする必要ないけどな、8が出てんねやから。まあ、7、1の裏にしようか。まあ、4番のな、あれもあるから。7、1な。はい。3番のプレイヤーが発言します。うん。一応発言してない。何なんだろうね。スムラッシュ用はいらないっしょ。騎士出てんだから。まあいいわ。発言がないっていう。7番が怪しまれて。74とか追ってんのかな。まあ、どの人狼で出てるかわかんないけどね。6番があそこまでふざけると強人かもしんないし。2狼いるのかなとか大変だなと思ってる。9番だと6を惜しんで見てんの。まあ、するよりの可能性あるねっていう。7番だと、まあ、6、7とか4、7あるかもしんないから言ってもいいけど。白だったら大変なことになるね。1番の発言しない人が残ってると5番の精査ちょっと難しそうなところが残ってるって大変なことになりそうな。嫌な予感しかしないけど。まあ、71だったっけ ?75 だったっけよくわかんないけど、まあ、それは、例の言うと、ランテージでいいんじゃないかなと思うけど。5番も警戒しなきゃいけないね。どこに村を置けばいいんだろうって困ってますね。あ、まあ、なんとか明日の精査貸したいと思ってますけど。7か。7だったら4、7とかみんな打ってるところだよね。9番が6にすり寄ってる。1番発言なし。いやー、5番は、どっちにも繋がる可能性秘めてる。5番はどこ釣るって言ったっけ?4番のプレイヤーが発言します。はい。1番占いたくないんで1番釣りたいと思います。まあ、7番は4、7の疑念があるって言ってますが、まあ、俺は6番、7番の否定は2番に言っとくとちゃんと言ったから。はい、7番が無駄に6番のことやっぱ好きだわとか、そういう無駄なラインをつなぐ必要がないから、はい、6番ロジックで置いた場合ね、あくまでも6番ロジックで置いた場合は6番、7番は否定されるってちゃんと理由は言ってます。はい、3番についても6、7の切れてる線が普通だし、3番自身から、2周目も1周目もプロ要素を拾えてないんで、はい、8番に関してはまあ僕の聞き間違いなんで、まあそれは素直に謝ります。1番に関しては平等を飛ばしないんで1番ランテージ入れました。2周目も発言伸びてないんで1番なんか占いたくないんで僕は1番釣りたいです。はい。うん。6番が5番に全く触れてないんで5番、6番もあるっちゃありますが、それよりもやっぱり1番が、占いたくないんで1番釣りたいです。僕は。はい。6番が明確に7番にヒート飛ばして7番が4番のことを真って言ってる状況で、別に僕自身は7番釣る必要もないので、はい、今日に限っては7番が明日以降視点更新をして6番真、4番2セット追ってくる時に初めて7番っていうのは、僕は7番に視点向けた。じゃあ現時点で7番に視点向ける必要は僕ないと思ってるんで1番か5番に釣りたいです。はい、5番とかなの、めんどくせえな、そういうので1番の方が発言しないんで1番釣りたいです。はい、5番に関しては6番が5番に全く触れてない状況が、まあ違和感でしかないかなと思っています。はい、8番については謝りますが、まあ僕は1番釣ります。1番入れますよ。同時ながら6番のシーンを追ってる。全プレイヤーの発言が終了しました。これから投票に移ります。私はただの石。私はただの石。私はただの石。わかんないから、間を取って。よっしゃ、まあ、もうわかんない時には直感で、まさかの人が犯人方式で。投票が終了しました。4、6、7。追放されるプレイヤーは、4番も言ってんの ?7 番。遺言を発表してください。1番とかに行かないの。あ、1番とかに行ってんだ。4、6、7が。4、6が1番。まあ、役職がゴミクソ弱いんで。あのチャットをした一番を残す進行を取ってるんで、役職どもが。まあ、負ければいいんじゃないですか。はい。てか、
負けてください。村は。って思ってるな。めちゃめちゃ腹立つんで。はい。一番のあのちょっとして一番7番って、一番指定釣りだろ、あんな。はい。いやー、役職が弱すぎて、ちょっと、発狂しそうっすわ。夜が更けました。人狼に気をつけてください。まあ、ローだった場合の可能性として、一応7番は消しておけば、いいんじゃない？みんなの精査が濁る可能性があるから。っていう観点ではまあいいんじゃない？白だとしても突っ飛びた方がいいっていう。現実論だと。うん。なんかわかんないんだけど、ロードマンが作ってしまってるこの村の雰囲気で一番ないってのもわかんないけど、普通にゲームすればいいんだよね、本当は。まあいいんじゃない？ベストを尽くすしかない。負けたら負けたらしょうがない。昨夜は一名の方が始まりました。LL はのプレイヤーが発言します。LL はマジかよ。うん、5、6… でも、6は噛まれてるよね。これ、地紙って追うの。私、普通に6番さん、白いかなと思ってるけどね。だって、なんかね、自分で公演追加するプロ意識持ってるからさ。まあ今日アンティで4番行きたいかなと思ってるけどな。だったら7番さんさ、そうやって役が弱い弱いって言うんだったし、そしてさ、だったら4ドロクってなんとかってさ、あとどこが黒いとかどこが白いとか、伸びればいいじゃん。1番のことしか言ってなくない？だったらもっと精査してさ、村に勝ちを導いたらどうなの？思ってるけど。まあ4とこの発言聞くけど、安定でいくのは4番の色ってマジで何なの？だったら。7番の色って何色？9番のプレイヤーが発言します。2番さん7の色教えて。白。いや、8番の騎士は別に全く疑ってないんやけど、なんで7番の色が気にならんのと思っちゃうんやけど。まあ、まあ、6番が騎士とかで、最終的に騎士でした、4番近くです、みたいな、2日目にそういうムーブしようとしてるんやったらもう負けていいかなと思ってる。はい。まあいいや。6番5番狼で6番が地紙する意味はあんまり見えへんかな。6番4番神だと割と6番神っていう世界線があったと思ってるから、6番狂神で5番黒で5153とかやったら全然あげると思ってるかな。一番ちょっとちゃんと発言してくれへんかな。なんかメタでなんか白く見えちゃうわ、俺。そのチャットで。でも一番が白位置やったら、3番5番か、3番単品狼か、4番と3番繋がりねんから、あれか。新居やったら3番って白位置、あ、新郎やったら3番って白位置か。まあ4番の発言聞くわ。はい。俺は5番結構黒いと思ってる。1番のプレイヤーが発言します。ペグが起こっているので、今日は普通に安定4釣りでいいかなというふうに思っております。はい。ってな感じです。昨日発言しなかった理由に関しては、8番さんが、7指定を上げてきたの、7一本釣りだったの、7一本指定だったので、7釣りでいいかなというふうに思いました。まあ、わざわざ自分が発言するまでもないなというふうに思っていたので。はい。なので、今日は、安定4釣りでいきましょう。以上。2番のプレイヤーが発言します。もう、そういう行動するのは、でも一番嵐やね。うん、と思うよ。うん。昨日一番つらんかったよ。4番がさ、一番なんて占いたくないって言うけどさ、じゃあ5番占ったらええし、3番占ったらええやんと思ったし、1なんて最終日まで残っとったら、1投票で1釣りでいいんじゃないっていう、普通の思いやけどね。うん。まあ、ただ6番っていう人間が1番に投票してるのはわからん。うん。わからんわ。うん、ないと思う。うん。
プラス、まあ、4番って結構7番につながりにいってたから、まあ、4強っていう世界線もあらんことはない。うん。こう噛まれてるからね。うん。まあ、4番っていう人間がね、5番っていうにロをね、見つけるならば、まあ、今日4釣りでもいいかなっていうところはあるよね。難しいな。やっぱ4号のランにしようか。4号のランにする。うん。4番ってさ、3番に全く何も触れへんけど、どう思ってんの ?3 番を。って思うけどな。うん、3番って2周目さ、まあ、4、6、標準の世界線だったら、グレーに2ローおるから怖いよね、みたいな感じ言っとったけどさ、その辺に何も思わへんかった。なんか色透けてんなとかさ、裏なしの色透けてませんかとか思わへんの。うん。その4番が3番に対して何も触れへんのか分からへんわ。うん。太鼓の城先なのに。うん。はい。3番のプレイヤーが発言します。これ9番黒なの?昨日は6番にするよって。それとも村6番と4番で6番死んだと思ってんのこれ。9番、2番とか、6番死んだと思ってんだ。9番がなんかすり寄ってる感じもしてて、今日は5番が黒い。安定取らない。まあ、いいんじゃないもう。こうつって。負けたら負けてって思うけど。6番がふざけてんでしょ、もうあれ。わけのわかんない2周目話してるし。一応5番、8番の女性陣いるけど。大丈夫って思いながら。それで噛んでんだ、6番を。狼って何考えてんだろうなと思いながら。どっちかっていうと4番噛んだ方が良くないか、これ。って思いながら。普通に居座ってたら、6番釣られて負けてたと思うんだけど、6番が死んでももう。それをわざわざ噛まなきゃいけないの、これ。陰強でなのか、で、9番が黒なのかな。だから6番を噛んだのか。だって6番のこと芯掘ってんでしょ?噛む人って6番のことが芯だと思ってる人なんじゃないの?か、4、6芯強だから、4番守られてるかもしんないから6噛んどけ。いやー、わかんなかったですよ。5番って占い星座を曖昧にしてるったような気もしたから、4、6芯強プラン、6番噛んどけ。6番を芯だと思ってる人、誰 ?915 で。4番のプレイヤーが発言します。あ、待って待って。はい、あ、ごめんなさい。もう一回2番に言うよ。3番に関しては黒要素拾えてないって、ずっと3番にも触れてるし、1周目から。はい、3番が6番、7番が切れてるって、新鮮もいいと思ってるし、2周目の村置きしてる人物がないっていうのも同意だし、はい。分かってる。3番に対して全然触れてるけど。はい。で、7番についてはする理由がないから、1番なんか占いたくないから1番釣るって言ってんのよ。わかる。昨日1番釣った場合って僕の占いって5番に飛ぶから。はい。5番、6番でね、この紙をやってんのか、6番教授に、ね、5番、5番の相方がどっかいるのか知らないけど、5番、3番だった場合って俺はもう釣れないと、勝てないと思って。はい。それぐらい3番って白いと思ってるから。はい。どうせ4釣りになるから5番投票してみよう。あって多分同票だから。若干俺が役目から2戦目で追われてるから5番6番で6番自慢に5番、5番って4番から昨日最後で、5番に占い飛ばすような発言を飛ばしてることから5番6番の地紙ってのは全然ありえるからね。はい。7番白だった場合って4番の芯持ってくれんじゃないの2番さんって。じゃあ4番がね、偽軸でどこが相方とか言ってくださいよ。4番が強人ですから、だった場合2路提示してください。はい。4番がオロジクだった場合ってどこですか。5番とキャンセルされたら491の中にその、まあいいや、もう切れそう。もう7番俺切れそうだわ。5番のプレイヤーが発言します。真面目にやっちゃダメなんだから。あ、4番さん偽なんですよ。で、4番さんの相方位置、私9番さんかなと思ってますね。はい。4番さんって、9番さんのことも気にならないんですか。はい。3番さんのことも気にならないんですか。まあ、3番さんのことはいいですよ。初週の時にね。はい。
4番さんって6番を狼軸に置いた場合7、6はなさそうっていう意見が3と同じっていうだけで白を置いてた薄いなと思ってましたよ。はい、理由が薄すぎるなって、8、1釣りたい理由も薄すぎるな、何もかんでも薄すぎるなと思ってましたよ。でも今日4番さんって9番に触れなくて、で9番っていうのは昨日の時点で6芯置いてすり寄っていて占われない構造を作っていて、今日に関しては4が芯ってなってるんですよ。4番さん目線から見ても、じゃあ6が4番さん視点でね、強靭で噛まれていた時に9番って気になる位置じゃないんですかって思ってるんですけどね。はい、違うんですか？それを指摘できず触れられないのは4級老老やからやと思ってますよ、私は。はい、強靭はまあ1番でしょうね。うん普通に1番さんくらいしか強靭目拾えてないかなと思ってる。まあ、3番さんは強靭じゃないやろうなと思う。はい、6番が地紙折った時に5番が黒で5、6、ローローで落ちるっていう視点とかもあっていいと思ってるからね。それは4番の指摘した通り。あ、だから3番さんってそういう考えなく5いけるから3番は共鳴ないなと思ってます。はい、4番投票してください。相方9番だと思います。全プレイヤーの発言が終了しました。何これ本当に、ま、これから投票に移ります。面白そうだから5番行ってみよう。私はただの石。真面目に考えたらさ、4級なんだけど、真面目に考えた方がいいんじゃない？これ5、6とかさ、1、5とかさ、真面目にやってたら違うんじゃないこれ。え？投票が終了しました。本気で5番行ってんのこの村。やばいだろもうこの村。終わったし。すげえ、不真面目にやった。怒られたやん。だから、裏。